从您加入公司到现在有什么印象特别深刻的节点吗？もっと大きな目で見れば日本国内だけではいけないという、そういうこと、うん、でやっぱりグローバルにやらなくちゃいけない。まずね、一番はもう僕が中国は大好きだったんですよ。だから進出するはるか前からね、その日中友好協会というのはありましてね、僕はその会員になっておりました、うん、そうなってくるともう一つはね、やっぱり中国は中国で開発しないとダメなんですよ。日本で開発はずれるんですよ、少しいろんな。そして、中国で、研究所も作ろうと、それで作りました。でそこはね、やっぱしね、ちゅうのは そんだけのレベルの人が集まってこないとダメだから、講習しにそこに、その開発設計部も作りました。